室礼。失礼は、色節とも書き、建具や長度を配置して、生活の場、または、儀式の場を作ることである。失礼は、主に神殿作りにおいて、柱だけの開放的な空間を、ミス、基調、壁白などのカーテン類、屏風やついたてなどのパネル類、押し障子や鳥居障子などの取り外し可能な建具などで仕切り、 必要な場所にただやに書いた名などの家具、長度を配置して、日常生活、または、儀式の場を作ることである。資料としては、類従雑用書のほかに、マン・サスケ・ソータバー・バ鎌倉時代前期に、純徳天皇によって制作された、金碑書が有名である。その他、山縁樹記など、同時代の貴族の日記により知られる。ただしそれらは十二世紀以降の代理。 里代理、石関家の東三条殿についての記録が中心であり、石関家以外の大臣、苦業などの屋敷の出来についてはほとんど知られていない。類寿雑用賞には、晴れの儀式用の出来の例に永久4年、東三条殿おもやでの正月大表の指図、法縁2年12月9日、内外人臣殿美佐し大表の指図、東三条殿など、 日常生活用の出来の例には、永久三年七月二十一日の藤原忠曽の東三条殿への,の渡ましの出来があり、侍郎、二刀郎、デ大番所、随身書まで掲載されている。万サスケー相田場所にも、大京のこと以下、五箇所のことまでの行事ごとの項目が書かれている。画像四百二十は十二世紀前半の、 累珠雑用小巻、第二にある東三条殿の塗り込めを除いた、神殿、母屋から南美しにかけての失雷の差し図である。柱の列が横に三列描かれている。一番下の中列が日刺しの外側の側柱の列で、下から一、三ぐらいにある中列が母屋南側の入り側柱。一番上の中列が母屋北側の入り側柱である。 なお、昼の餃子のある位置は、会員の間、つまり庭に降りる、木座橋のある場所である。空間の仕切りをまず横の列を、下から見ていくと、一番下の日差しの南面、すの小縁側には四尺基調が置かれている。何尺と書かれていなければ四尺基調である。ミスは書かれてはいないが必ず書けられる。次の列、母屋と南のひしの間の平手も差しずには、省略されているが、 文中に、母屋のすだれ、四尺基調の高さに巻き上げる。針あり、おのおの、壁白をかけるとある。この図を含む記事のタイトルは、ご小族とだけあり、何月のものかは記されていないが、壁白をかけているので冬場ということになる。図の一番上の北尾差との間は、押し障子と鳥居障子が交互に使われている。代理の詩神殿なら、 剣状障子がはめられているところである。はめ殺しの剣状障子にも数カ所がついていたが、ここでは鳥居障子がその役目を果たしている。縦の列、つまり側面を見ると母屋に置かれた帳の東に胸文とと書かれているのが塗りごめのつまで、それを閉じてミスをかけ、前に屏風が置かれている。屏風は文字には現れないが、折れ線の記号で描かれている。 帳の西は、はめ殺しの押し障子で、通り抜けはできない。代理の主神殿では、この位置には、しっくりの白壁がある。南美佐市は両側を鳥居障子で仕切っている。この、大障子と鳥居障子は、パネルとしての障子。つまり建具である。建築図面にすると、塗り米め以外には、壁のない柱だけの室内空間は、実際には、こうして、カーテン状の障子。 パネル状の障子で仕切って生活空間を作っていた。長度の出来については上から見ていく。なお、個々の長度については、類寿雑用小和基に非常に詳しく随理で記されている。母屋に正方形の四角にとばりとあるのが長ょである。奈良時代から平安時代初期に歌われた風俗家、西原には我が家は 胃腸も垂れたるを大きみきませむ子にせむお魚に、何よけむと、胃腸が出てくる。鹿の娘が適齢期になりました。胃腸も垂らして警棒は完璧です。どうか来てくれませんか、と若い男に向きかって調整している歌であるので、その頂戴はその屋敷の主人のものではない。しかし神殿作りの具体例が明らかになる十二世紀、東三条殿の指図画像四百七十二では、頂戴は、 主人の関白、藤原忠姉の分だけであり、北久氏の娘や息子の居所には、頂戴はない。さらに頂戴を構えたのは、代理の天皇、皇后、中宮のと、あとは、摂関家など最上級の貴族の主人だけにしかなく、貴族全員が使っていたわけではない。画像420では、頂戴の西北に、屏風の記号と、二回寿司一層とある。 図は省略されているが本文によると、二回寿司一層の南に畳二枚の広さの餃子がある。頂台の左の高齢二枚、在中時期との記載はその分である。その場所の南側に三尺基調とある書き込みはその餃子に添えられる基調である。代理、四神殿ではこの座を大正寺と呼んでいる。画像四百七十二ではそれが図にも書かれている。 なお、両図を比較してわかるように、失来は時によって若干、異なる。畳については、室町時代に編纂された、解任も悪他には、帝王、院、雲元橋なり、神仏前半盛用、雲元丹、この外地不可とある。普通は、高麗園と紫苑で、高麗園には、大門高麗と古門高麗があり、大門高麗は、新皇、大臣、 古門高来は大臣でない苦行。苦行より、会の天上人などは、紫縁である。類宙雑用昭和四には長台を建てる畳に、運元二条とあるが、とあるがそれは前ページに、今、永久六年中宮の立候寺とあるように中宮のの、ためのものであるので矛盾しない。しかし画像七十二の永久三年七月二十一日の、関白。 藤原忠実の東三条戸の頭市でも、雲元丹の上に頂戴を立てている。摂政関白は普通の大臣とは、格が違うためか、あるいは時代により変化があるのかは不明である。いずれにしても最上級の限られたもののみである。南日差市で、帳ばりの真南に、畳2枚の上に地磁気2枚と中央にシトネを敷き、昼間の餃子がしつらえられている。 西に屏風を立て二階棚を置き、置物が書かれているが、本文には二階棚の上層にダコ、ゆする月などとゆする月の台を置く。下層にだらん箱、二階の南辺に東箱を立つ。その南に鏡箱、その南に京台。下根の前に京足を立て、京足の正方に鈴り箱を置く。二階の前、畳の上に一人を置くとある。それが、 主人の常居所に置かれるワンセットである。久しに畳と書かれているのはそばに使える女房たちのためのものとされる。同じ東三条度の神殿の別の時のら来を記した画像472にはその畳が省略されずに描かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。